ちょっと待ってください。あ、突然お声がけしてすみません。あなた今どこに行こうとしてましたか？申し訳ないんですが、あの洞窟は立ち入り禁止なんですよ。あ、立ち入り禁止って知ってて入ろうとしたんですか？あなたが何をするためにあの洞窟に入ろうとしていたかは知りませんが、とにかく私がここにいる限り、あなたは無断で洞窟に立ち入ることはできませんよ。いや、だから入らないでください。確かにマテリアルワールドはできたばっかりで、誰がどの土地を所有するかなど決まりはまだありませんが、ここの洞窟はとにかく立ち入り禁止なんです。いいです、教えてあげます。この洞窟はここの睡眠管理局の管轄なんです。そうですよ、マテリアルワールド中の夢を管理してる睡眠管理局の管轄です。睡眠管理局といえば、マテリアルワールドの皆さんはいつもお世話になっているので、誰もこの洞窟が立ち入り禁止だからって文句を言う人はいませんよ。まあ一部を除いては。だって他人の家に勝手に入らないでしょ。それと一緒です。この洞窟は睡眠管理局の家なんですよ。勝手に入っちゃダメです。怪しい。睡眠管理局が怪しいわけないじゃないですか。とっても善良ないい場所ですよ。睡眠管理サロンに来たことは？催眠術を受けたことはありますか？まあどちらでもいいです。とにかくあなたが今日この洞窟に入ることはできません。私は門番ではないですよ。私はこの睡眠管理局から出てきたお客様に売店って形で夢をお作りして販売してるんです。そうですね、少し最近は暑くなってきたので、睡眠管理局の中ではなく外で売るのはちょっとしんどいんですけど、まあでもあなたのように洞窟に勝手に入ろうとする人を止めるお仕事も兼ねているので全然問題ないんですけどね。せっかくここまで来て、まあ洞窟には入れないですけど、せっかくなのであなたも夢を作っていきますか？あなた人間の方ですよね。人間の方は知らないかもしれませんが、マテリアルワールドでは自分の見たい夢を作るっていうのはよくあることなんですよ。まあもちろん誰にでも簡単に夢を作れるわけではないので、私みたいな夢クリエイターがいないといけないんですが、そうですね、お客様のご要望を聞いてどんな夢が見たいかっていうのを聞かせていただいて、そこから夢を調合して作っていきます。まあもちろんこ
ちらに一つ作ったら、それは一度きりの夢なので、もうなくなってしまうんですが、まあ管理局がいつもマテリアルワールドの住民の夢を管理しているので、特に問題はないと思います。特別な夢は私みたいな夢クリエイターが作ってお売りするという形ですね。どうですか？あなたもお一つ。まあいつもはちょっと高いんですけど、今回は無料で作ってあげますよ。その代わり、洞窟には二度と立ち寄らないでくださいね。いいですよ、遠慮しないで。さあ、もっとこっちへ寄ってきてください。まずはあなたの見たい夢を教えてください。楽しい夢、他には、ああ、飛ぶ夢、いいですね。では楽しく飛べる夢をお作りしますね。
ですよ。
しまうかは保証ができませんが、真実が知れる夢にしますか。いいですよ。では少し梱包しますね。飲んでください。